吉田塚佐や吉田塚佐家は現在まで八百年以上の歴史を持つ五条家に変わる相撲のしか家元である。新垣吉林を外する志賀市の断絶後、志賀市に代々受け継がれてきた古日伝書などを受け継いだ初代吉田家継吉田文語の神文語の神から始まり、相撲の宗家として代々追い風の号を名乗る。元来京都に上家に奉公し、 設置へ相撲の行事官として務めていた。その後、二条位への許しを受け、細川津利に招兵され、熊本藩に仕え、武家暴行をした。以来、熊本県熊本市に住む。相撲に関する前権は、後鳥羽天皇より委ねられたという。江戸時代には、肝心相撲が取り行われるようになり、19世、吉田追い風は、横綱を公安し1789年、 完成元年11月、谷風梶之助、小野川喜三郎に横綱を免許した。その伝達式の後、両力士は、立ち持ちと梅雨払いを一人ずつ従える現代と同じ、形の横綱土俵入りを披露。1791年に上乱相撲が予定されていたこともあって、19代、吉田老風は派手なデモンストレーションとして、横綱土俵入りを企画したが、これが立ち待ち。 江戸中で大評判となった。1791年、完成3年及び1794年、完成6年に、11大将軍、徳川家成の上乱相撲を奉仕し、武家相撲の作法及び、土俵の登場、霊式などすべての相撲の様式を定めた。一方、相撲設営以来の鹿を名乗る京都の五条家が1823年、文政6年、谷風、 小野川の先例に目をつけて、柏取助と玉垣学之助に独自で横綱免許を与えた。これに対し二十世、吉田追風は、先代の発案した横綱免許を五条家に奪われる。危機感から、江戸幕府に対し自らの相撲式権について、確認することを要求。1827年、文政十年七月に江戸相撲取締りを、命、翌1828年。 文政十一年正月、江戸年より一同が揃って、吉田塚坂門邸となり、塚坂としての権威を固めた。同年二月には、安野正六之助に横綱免許を与えたことにより、事実上ここに横綱が制度化した。また、行事の最高位である立行事の免許も、吉田塚坂が発行していた。1877年、明治十年。 西南戦争において二十三世、吉田義門は、西郷隆盛率いる反乱軍に従軍した戦いに、敗れた後、熊本に帰りしばらく禁慎していたが、1882年、明治十五年七月、東京相撲会所と交わした、約漢証書に基づいて、梅形に藤太郎に横綱免許状を授与した。その反面、京都の五条家による横綱免許も続いていたが、 これも、明治末期を境にして亡くなり、以降戦後に至るまで、歴代の横綱は、吉田塚酒の身によって授与されていくこととなる。明治維新の中で、相撲廃止論が起こった時、十三世、吉田吉門は身を呈して国技相撲を救った。そして1九0年、明治十一年五月、九段安国神社の拝殿に相撲協会より、幕内、十両以上の力士、 並びに旅免許、旅格すなわち重量格用時以上の総参集を求め奮起の一括を与え、1909年、明治42年6月の両国国技館の新設に向かったのである。そして1925年、大正14年8月相撲協会取締り、出羽の海梶之のから財団法人化申請で相談を受けていた吉田義門は、 養殖の一部を相撲協会の外部から招くよう助言し、同年12月文部大臣、岡田良平から財団法人の認証を受けた。会長には、帝国陸軍大将、福田正太郎、理事長には、元陸軍主刑中将、広瀬正則が就任した。一方、大阪相撲には長らく立行事免許のみを発行し、横綱免許は発行していなかったが明治に入り、 若島県四郎に横綱免許を発行、大木湖、森上門の際には、大阪協会が、塚酒に、無断で、横綱免許状を作成しことで一度は、大阪を破門するも後に和解成立により追認。これに、大西紀大五郎と宮城山福松を加えた四人の、吉田塚酒の免許を持つ公認横綱が登場した。第四十代横綱東、藤金一までは、 吉田塚酒による横綱本免許状を授与式、仮免許は、塚酒の主君であった細川家の東京、小石川の別邸で取り行われたが続いた。しかし、1950年1月場所における東、富士、寺四国、羽黒山の山横綱の途中休場による騒動を、契機に横綱審議委員会が発足すると、大日本相撲協会は、 吉田塚酒から独立した横綱の推挙の動き、強めていき、その最中に24世、吉田朝鮮が、自身の金銭面の不祥事に橋を発する家内の内紛により、一心上の都合を理由に1951年、昭和26年11月に引退を余儀なくされる。25世、吉田老い風は、当時7歳の長考が継ぐこととなったが、日本相撲協会は、 塚崎代表者と協議した末、永年にわたる塚崎の権限を変革し、第41代横綱、千代の山正信以降は、協会が自主的に横綱推挙を行うとになり、免許権を協会に移譲し、塚崎は、明治神宮での横綱推挙式に臨席し、横綱、及び古実書一貫を授与するだけとなった。しかし、三役格以上の行事は引き続き、熊本市の鹿で、 行事免許を授けられてた。1982年、初代追い風の750回帰の式典が、多くの力士や相撲関係者の臨席のもと、吉田司家で行われたが、その席上で25歳、吉田長隆は、春日の理事長、当時より熊本に相撲博物館の建設の子元、建設費の一部の寄付について、打診を受ける。25世 吉田長隆は当時熊本市職員であったが、この計画の実現のため、当時の熊本市長、星子俊夫の同意を得た上で、熊本市を退職、財団法人設立に向けて、東京都内で活動を行っていた。しかし1986年、昭和61年5月、塚坂内に、金銭状の不祥事が発覚する。25歳、吉田長隆が上京中に、 宗教法人であった吉田塚酒の事務職員が野球賭博に手を染め、塚酒の法人資金を使い果たした上に、二十五世、吉田長高名義の手形を乱発して、総額八億円もの借金が膨れ上がっていたのである。吉田塚酒が不当たりを出したようだとの報を、東京で受けた二十五世、吉田隆は、熊本に戻って金策に奔走したが、 結局年内に二度目の不当たりを出し、宗教法人としての吉田塚酒は倒産状態に陥ってしまった。その結果、二十五世位、吉田長隆と春日の理事長との会談で、横綱授与の儀式を全面的に教会へというね、当面は教会との関係を中断する旨を双方了解した。なお、百八十三年、昭和十八年七月に、推居の 第59代横綱高野里春英までは、塚酒も、水居式に臨席し、毎年11月場所後に、鹿の土俵での奉納土俵入りが行われていたが、関係中断によって1986年7月に、水居の第60代横綱総歯黒工事以降、塚酒は、水居式には臨席せず、塚酒土俵での土俵入りも事実上の廃止となり、行われなくなった。 これに伴い、司祭家が学生横綱に木の綱を授与する儀礼も事実上廃止されている。1992年には、司祭家の支援団体である司祭や相撲協会が、司祭家と相撲協会の復縁を求める10万人分の署名を愛協会に提出。翌1995年に復縁に向けた協議が行われたが、結局この時には復縁は実現しなかった。 かつて鹿の屋敷は、熊本市北仙段端町、中央区の藤崎八辺宮山道脇にあり、土地約千平方メートルの敷地に、吉田追風の住宅、天照大臣、住吉大見は、戸隠大臣の三上、十三代、吉田追風が、相撲絶記者の水廃神として定めたという、相撲、三上を放送した、神殿、吉田司屋宝物館、土俵など、建物系、 約200平方メートルが存在していた。1990年25世、吉田長隆は1986年に発覚した不渡り手形に伴う借金を資産売却や新類などからの借り入れによりひとまずは完済していたが、その後新類からの借り入れ金をこの地会屋敷を担保に、下、銀行借り入れにより弁済したことが原因となり、二千五年平成十七年二月に土地、 建物が、熊本地方裁判所にて競売にかけられ、穴吹き工務店、高松市に約二億円で売却された。建物はすべて取り壊され、跡地には、同社のマンションが建設された。参道に面したマンション敷地内に、吉田司屋後の石碑が存在する。宝物館には、多数の相撲関係資料や、美術品等が所蔵されていたが、その行方について日本相撲協会は、 現在どうなっているか、全くわからないと述べていた。一方、田原総一郎と田中真一は、塚酒所蔵品の多くは、塚酒の養成を受けたフィクサーの巨栄中や三段、吉春の仲介で、阿言州の桐山康夫が出資する形で、三一の阻止に動いていたという説を、教著の中述べている。その後も25世、吉田長隆は、 相撲界への復帰と塚崎の権威の回復を目指して支援者らと共に活動しており、2015年には阿蘇市の阿蘇内の牧温泉に新たな拠点を置く計画を公表。同年4月、阿蘇市大里において相撲、三上の神霊を熊本市から移す仮土の千座祭を挙行した。塚崎は今後本殿や土俵を建設して相撲文化の拠点となる施設を設け、 相撲大会の開催や相撲を通じた地域おこし、さらに横綱放納土俵入りなどかつての鹿の儀礼を復活させる構想を示している。仮度の千座祭には松野来宮衆議院議員、佐藤義や雄市長、高島和夫熊本県議会議員ら政界関係者も出席し、司酒再興への支援の意向を表明したものの、こうした塚への支援の意向を表明したものの、こうした塚酒や熊本県関係者側の動きに対し、 日本相撲協会は全く反応していない。客中注釈、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。